森保ジャパンさん、北朝鮮戦の予想スタメンがこちら。前線でボールが収まる鎌田を呼ばないから厳しいと思うね。それに両ウィングも縦に突破できる選手も伊藤以外にはいないのも問題。伊藤は使わない方がいい。プレッシャーのかかる試合だといつも後ろ向きなプレーでバックパスばかり。リズムが作れない。伊藤は躍進シュプットガルトでもずっとレギュラーだし、やっぱ大量での使い方が悪いんじゃないか。ロングボールを蹴られた時にイラク、イランより高さで劣る北朝鮮を抑えれなければ、監督はアジアカップから何も学んでいないことになる。浅野先発はもうやめてほしい。足の速さだけが武器だから日本がカウンター主体で戦う時でないと向かないし、日本がボール握っている時は周りと合わない。三笘、伊藤の両ウィングがいないと日本は縦の怖さのないチームになってまう。結局この手のタイプの後継者が出てこないとダメだね。ちょっと DF の中央が弱いような気がする。フィジカル重視の戦いになりそうだったら後半残り20分で浅野でも良いと思う。個人的には久保は右に置いてる時の方が伸び伸びプレイできてる気がするから、堂安とポジション逆でも良いような気がしてる。南野は切れまくってるから最初から使って右は久保、途中から流れ次第で堂安が良いと思う。